元気にしてた？ご無沙汰してます。未来です。最近思うけど、大人になると我慢しなくちゃいけないことって多くなるよね。小さな頃に戻れたら、どれだけ素直な自分でいられるんだろうって、最近思うことが多くなったかな。童心に帰るって大事よ。ってことで、今日はみんなで童心に帰りましょう。じゃあみんなが知ってる昔話の桃太郎を読んでいくわね。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山のスポーツジムへ修行に、おばあさんは川へ鳥人間の練習に毎日出かけてたの。ある日、おばあさんがいつものように川で滑走路の準備をしていると、どんぶらこっこ、どんぶらこっこと大きな桃が流れてきました。これはこれは、大きな桃ちゃん。この間はごちそうさまでした。今回もおじいさんに見つからないうちに食べちまわないとね。と言って、滑走路の組み上げに使っていた木の棒で、大きな桃をつきました。すると、中から声がするではありませんか。痛えな。何すんだ。おばあさんは見たこともない。それはそれはおばあさんにとっては、イケメンの部類に入る、新しいおじいさんが現れました。じいさんはこんなところで何しておる。桃の中に入って、桃を食べておったぞ。ああ、まさかこんなところで恋に落ちるなんて。ええい、新しいじいさん、うちに来て一緒に住まわんか。そうしてその日を境に、古いじいさんとおばあさんとイケメンの新しいおじいさんの仲睦ましい三人の暮らしは始まりました。その後、奇跡的におばあさんの妊娠が発覚。古いじいさんは言いました。ばあさん、ところでそのお腹の子は一体誰の子じゃ？そこで新しいじいさんはすかさず、俺の子じゃ。おばあさんと川で出会ったその日に、滑走路を組み立ててる姿が、なんともけなげでな。きっと、その時に授かった子じゃ。その瞬間、玄関の戸が、ガラガラガラッと開き、二人のじいさんとは別の、先月隣に引っ越してきた、三人目のじいさんが入ってきて、こう言った。いや、そりゃあ、オラの子供じゃ。おばあさんに引っ越しの手伝いをしてもらったとき、おばあさんの格好が、キャミソールだったからついな。きっと、その時の子じゃ。すると、今度は今の窓がガラッと開いて、町の村長が覗いているではないか。村長もこう言った。何を言っておる。わしこそお腹の子の父親じゃ。昨日の町内会で、ばあさんが年甲斐もなく、ツインテールで来るもんだから。それは昨日授かった子じゃ。その後、おばあさんのお腹の子をめぐって、次から次へと新しいじいさんが現れた。そう。おばあさんは昼は鳥人間となり、夜は男と男の間を渡りゆく、本物の渡り鳥だった。誰の子かわからないまま、出産当日になり、出産には108人のじいさんが立ち会った。陣痛から出産までの時間は、わずか3秒。その記録は、未だに破られてはいないとのことらしい。立ち会いの瞬間、赤ちゃんは、おばあさんの産道を、お尻を先頭にして出てきたの。おばあさんは、我が子を見て、なんて可愛い桃のようなお顔。桃太郎に決まりよ。桃顔の桃太郎。そう。おばあさんは、お尻と顔を見間違えて、その子を桃太郎と名付けたんだって。その証拠に、しばらくおばあさんは、桃太郎のお尻に向かって喋りかけていたそうよ。桃太郎はその後、すくすくと大きく育っていったわ。一歳半になる頃には、肌は黄色い毛で覆われ、川に行っては素手で鮭を釣り放題。
全裸に赤いシャツを着たら、蜂の巣へ蜂蜜を取りに行き、そのままペロペロ。ちょっと人間離れしながら、彼はたくましく育ちました。もうその村には、桃太郎の相手になるような強い男がいなくなったある日、桃太郎は遠い島にいるという、それはそれは恐ろしい鬼の話を聞いて、強い敵を知り、いても立ってもいられず、家出をしました。それを察した、おそらく育てのおじいさんは、急いで、現役の時に真夜中でもギンギンになった思い出の栄養ドリンクを桃太郎へ渡しました。桃太郎、お前一人では厳しい戦いになろう。厳しい時は、このドリンクを飲めば、全身がギンギンになるぞ。ちなみに、このドリンクのおかげで、この年でも、お前を授かったと思うとる。達者で参れ、鬼ヶ島。桃太郎は、溢れる涙と、ドリンクを今すぐ飲みたい気持ちを、必死で抑えながら、一目散に鬼ヶ島へ向かったわ。桃太郎が、東京湾へ向かって、渋谷のあたりを歩いていると、尖った革靴が目に入ったの。髪は金髪のロン毛、ピチピチのジーンズとタンクトップ。この時代にはとても珍しい、完全なギャル王を発見したの。ギャル王は言ったわ。ちょ、待てよ。兄さん、そのドリンクくれたら、鬼ヶ島まで、俺のハーレーで送るぜ。桃太郎は、躊躇なくドリンクを渡し、まずはギャル王仲間にしました。続いて発見したのは、大きなリュックを背負った、いかにも電車が好きそうな男。でもこの当時は電車なんてないから、彼は荷車のお宅だったの。おばあさんのツインテールの写真もらえるなら仲間になるよ。鬼ヶ島に行くならこの荷車に乗りなよ。桃太郎はためらいもなく、ツインテールおばあさんがキャミソールを着ている写真を振り払うように彼に渡したわ。こうして桃太郎とギャル男と自慢のハーレー・ダビッドソンは、電車が好きそうな男の荷車に積み込まれていったわ。その後、東京湾へ進む中、荷車が急に止まったの。何かと思ったら、道の真ん中に動くものが。何かなと思ったら、ハムスターがこっちを見て、仲間になりたそうにしていたの。桃太郎は即座にヤフオクで買った銅の剣を近くの質屋に入れて、150ゴールドに変えて、すぐに仲間にしたわ。道中、みんなでハムちゃんをもふもふしながら、お台場に停めてあった、多分ペリーの船に乗り、鬼ヶ島へ向かったわ。船に乗って、30分もしない頃、大きな鬼の岩のシルエットが見え始めた頃、桃太郎は、ふんどしを締め直していったの。さあ、鬼ヶ島が見えてきた。ここはじいさんからもらった、ギンギンドリンクで、ギンギンになるぞ。と言って、一行はみんなで、ギンギンドリンクを飲み干した。いざ着いた鬼ヶ島。なんと、そこには、恐ろしい鬼など、一匹もいなかった。到着した目の前のビーチには、水着姿の美人すぎる、性別おそらく女性の鬼たちが、日光浴の真っ最中だった。鬼のお姉さん。鬼のお姉さんだから、略して、お兄さん。いや、お姉さんと呼ぶべきなのか。煩悩に苛まれた桃太郎たち一行は、完全に飲むタイミングを間違えた。ギンギンドリンクも相まって、中腰のポーズになることを余儀なくされ、戦いどころか、鬼のお姉さん、つまり、お兄さんたちを口説くしか、彼らの選択肢がなくなってしまったの。その後、桃太郎は、お兄さんたちとの子宝に恵まれ、本島から108人のおじいさんたちを呼び寄せ、夜の桃太郎王国を建国したとさ。めでたしめでたし。いかがでしたか？最後までご視聴いただきありがとうございます。また
未来と会いたかったら、チャンネル登録お願いします。